ケイラの相手は我がじゃ。ケイラはバルハラへ迎えるに値する。なるほど、オーディン戦か。うわーマジか。あ、かっけえ BGM。 新 BGM だ。我らがバルハラへ迎えられることは選手として至高の誉れで、うん、本来はバルキリーに任せているのだ。今回は特別だ。我がケイラを見定めてやる。まあオーディンも身勝手な存在なんだよな。そのバルハラの選手を増やすために人間に専属させるっていうな。クソかっけんだけど BGM が。やべえ、これちょっと聞いてたいな。いや、なんか聞き飽きない BGM だな。ギターソロの部分もあるし、クソかっけえんですけど。ああ、静かになった。うわ、これちょっとまたフォーファイナルもあれだな。サントラ買わなきゃいけないな。愉快だね、なんか BGM チャカポコチャカポコ。いや、やるか。ちょっと皆さんはね、ご自身でサントラ聞いてください。日替わりから行きましょう。楽んだ。でもレベル40代だもんな。そろそろオーディンぐらい倒してもいい頃合いではあるよな。でさっきの正気に続いて普通に残弱点なんじゃないか。レベル 76? 勝てますかね。残魔、あー弱点、よし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 。ダメージは割といけてるけどな。いけるかこれ。キバオリ、キバオリ最優先で、キバオリよし。イザボー、ザン。ザンダイ。いいぞ、イザボー。わかってるわかってる。ダメだ、あの野郎。え？こっちの攻撃を受けても平然としてやがる。平然としてた？結構効いてたんじゃない今。弱音を吐くな、耳障り。おー、ガストンかっけえじゃん。集中しろ、集中。戦闘中に仲間割れか。余裕じゃないか。もっと攻めてくるがよい。何、オーディンからは手出さないってか。ぐぬ、舐められてるね、完全にね。まあ、ちょっとガスト仲間らよくないよ。あ、なに、なにそれ、電撃属性貫通か。はぁ、なんだその技。ジオンがプラス7。あ、でもそんな強くねえぞ。続く攻撃。運命を恨むぜ。そんな強くねえな。いけんじゃねえか。イベントじゃ情けな気がする。行こう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 。で、今回、イザボーが回復してくれるから、回復は考えずに、攻めよう。楽んだ。ザンマで攻めましょう、ザンマで。236。割といいダメージになってきたぞ。よし。この隙を見逃す私ではない。もう行ったり行ったり、ガストン。メディラマ入るでしょ。さらに、マカカチャ、いいじゃん、いいじゃん。マカカチャ欲しかったのよ。行くよ。おー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ここで取れてるの熱いな、パートナー。おー、いいじゃん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 。これがハンターの実力だよ。いいよ、朝日ちゃん。さらに、ラクンダが3発目。これでマックス。ザンマでしょ。412。エナジードレイン144。よし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 。ミシャギ様どうしようかな。やることなくなったか。変わってもいいが、アイテム役として残しときたよね、ミシャギ様はね。じゃあセクシーダンスで。オーディン、セクシーダンス受けろ。さすがに通用しないか、オーディンには。ミシャギ様のセクシーダンスとはいえ。325。エナジードレインでいいでしょう。あ、ミスか。しゃあないしゃあない。黒いです、なかなか当たんないな。残大240。いや、舐められてるな。あ、そういえば会話しとけばよかった。オーディンは手を掲げた。ああ、イカズチの陶器？電撃貫通。コンセントレート、怖いね。コンセントレートは怖いぞ。信じるイカズチ。いやー、強い強すぎる強すぎるだろ。信じるイカズチってあれだよな。四大天使とか使ってたやつだね。あ、違う、そうだ。オーディンが覚えてたやつだ、フォーレも。え、電撃貫通、だから、違う、オーディンさん、違うよ、それ。電撃貫通にわざわざしなくても、真理の雷は電撃貫通だよ。どうやら、期待外れだった。いや、めちゃめちゃ舐められてるじゃん。マジか、今の。あ、イベントか。よかったー。イベントやんけ。残念だが、ケイラはバルハラへ迎えるに値しないようだな。こっちから願い下げですけどね、死後も戦わなきゃいけないなんてな、バルハラなんて。おのれまだだ、私は負けてなどいない。ガストホン、ガストン負けず嫌いだからな。諦めろ、今の経度は我には勝てぬ。その槍もとんだ見かけ倒しだったな。あ、槍をバカにされたぞガストン。ここでガストン覚醒しねえかな。槍が急に巨大化するみたいな。ガストン、
ガストンが膝を折り、後背を垂れる。ナンバーワンのこの私が敗北。こんなはずは、畜生。まだナンバーワンだって思ってたんだな、ガストン。ガストンは何かに耐えるように槍を握りしめる。我は弱者になど興味はない。自分の無力さ加減に失望しているがよい。え、マジで覚醒するんじゃない？ちょっとガストンの槍、ミカエルの槍にさ、ナバールが憑依してめちゃめちゃでかくなるみたいな展開欲しい。熱い展開が欲しい。気がかりなのはあなただ。あ、ダグザ様、あなたは一体何をしているのですか？そうか、ダグザなんかね、敬われてたんだよね、こいつらから。他神連合の連中からな。ダグザ、王林の呼びかけに応え、ダグザが姿を現した。利用しているだけとか言ってましたが、ダグザさん、いざこうやって我々が直接戦ってる時にどうすればいいんだろうね、ダグザはね。オーディン、ダグザは人間に混じって僕らを裏切ったのさ。あ、もう気づいてたんだ、クリシナは。そりゃそうか。本当なのですか？うん。好きに受け取れ。俺は最初から誰かに組みしたつもりはない。まあそれはまあ言ってたもんな、ダグザ最初からな。そこの子が君の神殺しだろう。うん、結局君も同じ答えに行き着いたわけだ。結局多神連合とやろうとしてることは一緒なんだよね、ダグザはね。ただそれがクリシュナが新たな神になるのか、ダグザが新たな神になるのかっていう違いってことか。バカを言え。俺と貴様とでは見ているものが違う。ほほう。全てを否定する君の考えと、こう認めない僕の答え。はあ、こう認めない。同じ道を行けると思ったんだけど。うん、似てるけどな、どう違うんだろうな。難しいね、この辺は。ダグザ様、真宇宙が創生されたら魂は我らで山分けにするつもり。あ、そんなことできるんだ。あ、人間の魂って山分けにできるんだね。あー、なるほど。じゃあオーディンはオーディンで、クリシュナはクリシュナで、魅力は魅力 でダグザはダグザで分け合うつもりだったってことか。4つぐらい世界できちゃうじゃんな。創造主のように威信と素心を落としめたりはします。いやー、でも結果的にさ、歴史がそうはさせないんじゃない？歴史が流れていくと結局どれかの神が一神教の神みたいになるんじゃないかな。だから何だ、俺に多神連合へ下れとでも。うん、そんなにあれを召したいのなら、お、ルシファーにでも声をかけたらどうだ。あれを召したい。ああ、そうね、一神教の神、まさに創造主を召しようと思うんだったら、ルシファー側に味方すれば、まあできなくもないのかな。でも4のカオスルートでも創造主までは至ってないんだよね。ローの勢力を倒して、四大天使倒して終わってるから、創造主は今回出てきてないんだよな。あなたは分かっているはずでしょう。うん、ルシファーは所詮あちら側の存在だ。そうか、ルシファー自身も創造主の表裏一体の存在だからな。創造主を倒しちゃうとルシファー自身も存在できないってことかな。話では、あ、存在意義すら見出せないかませ。ヤハウェイが発音できない感じになってたね。四文字さん、四文字様。まあちょっと聞き取りにくい。発音、このヤハウェイってなんかね、便宜上の発音らしくて、正直発音はよく分かってないみたいな、そういう設定があるみたいですからね。だがあなたは違う。あなたは我らと同じこちら側に立つべき存在だ。うん、いよいよ四文字様の名前まで出てきたか。どこに立つかは俺が自分で決める。誰にも俺の邪魔はさせない。うん、ダグザはね、あの、誰にも頼らない道を切り開こうとしてるからな。もちろん、ただ君が人形遊びに興じているだけなら僕らも邪魔なんてしないさ。うん、人形遊び、どういう意味だ。こいつらあれだな、七種の秘密ガンガンバラしていくやんけ。おや、君たちは知らないのか。いや、聞いていないのか。うん、まあ、わざわざガストンには言わないもんな。ダグザの神殺しである彼は数日前に死んで人間をやめているんだよ。死体が動いています。今そこにいる彼はダグザが動かしているマリオネットなのさ。マリオネット、周りの仲間たちがそれぞれ足つりを見やる。
朝日ちゃん、あ、のぞみちゃん、この二人は知ってたもんね。イザボーも知ってんのかな。仲間たちの目からは当惑と疑惑、困惑の念が向けられている。イザボーも今知ったんだろうね。知ってたのは朝日ちゃんとのぞみだけかな。彼はすでに普通の人間ではない。うん、悪魔に生かされた人の形をした道具。そして彼を生かしているダグザは僕らと同じ目的のために行動していた。それはそうなんだよ。その証拠に彼は神田の社で僕の封印を解いた。超人。いやいやいや、それはでも騙された。ちょっと2回騙されてるから。ダグザの契約書に何も書いてなかったことと、クリシナを解放した時もね、あのダグザが無理やり動かしただけだからな。まあ、でも無理やり動かされた時点でマリオネットなのか俺は。なんだと？それは本当か？まあね、やめようとしたんだけどね、朝日ちゃんね。違う。くないけど、違うの。そう。騙されたんだよ、あいつらに。そう、違くないけど違うんだよ。君たちが何と言おうと、彼が僕の封印を解いた事実は変わらない。なかなかうまいね、おしゃべりが。彼は今は人間に紛れ込んだ異端者だ。彼はその事実を君たちに隠してきた。うん。それでも君たちは今まで通り彼を信じられるのかな。朝日は信じてくれるよな。リーダー、俺はリーダー、ハレルヤはでも信じられないかもしれないね。ハレルヤはオロオロしながら同情するような視線を向けている。いやでもいいんだよ、お前は別に俺のこと信じなくて。リーダーとか言ってくれてるけど、お前はアシュラ界の人間だからな。別に俺を信じる必要はないんだから。悪魔の手先め。こいつはもう、いやもうどうでもいい。早くお前は東の帝国へ帰れ。ガストンはよろよろ立ち上がりながら軽蔑するような視線を向けている。別にいいよ、ガストンに軽蔑されようかな、関係ないんだよ。とりあえず朝日ちゃんとのぞみちゃんとイザボーさえ味方してくれれば俺はもうそれでいい。このままじゃみんながナナシ、私たちどうすれば。イザボー姉さん、なんか言ってあげてくださいよ。朝日は戸惑いを隠せず頭を押さえながらすがるような視線を向けている。朝日ちゃんにこれ以上負担かけないでくれ。これはまずいわね。のぞみちゃんもちょっとなんか言ってあげてよ、この間みたいに。存在が仲間の間に猜疑心を生んでしまってる。マジか。もしかしてそこまで読んで。やってるね、クリシュナ。のぞみは眉毛を寄せてクリシュナを睨みつける。実に脆いな、君たちの絆。もともと絆そんなないっすけどね。まあこう捨てられぬ人間ではこの程度。なるほど、そういう話に持っていきたいわけだ。いや、もともとガストンとハレルヤはそんな絆ないわけですから、いいのよ。お前も分かっただろ。いや、お前ももう喋るな。仲間との絆や友情などまやかしに過ぎに。ダグザはもう喋らないでくれ。他者に依存し慣れ合うことに意味はない。見ているだけで虫図が走る。お前何かあったのか。お前いじめられたのかよ、ダグザ。俺らは誰かから影響を受けることも誰かに影響を与えることもない。たった一人でポツネンと生きていくのか、俺とダグザ。個々が完結し各々が自分だけの答えを持つ。元来そういうものであったはずだ。いやでも他者との関わりの中で自分の考えを確かめるっていう可能性もあるからな。いつになくおしゃべりじゃない。本当だね。よほどその人形がお気に入りと見える。まあ喋んないからな、ダグザはお好みかもしれないね、喋れない人形。余計な世話だ。うん。あ、トキ瀕死状態で倒れていたトキが傷を押さえながら起き上がる。この状況では声かわいい。あ、ほほぞみグラフィック。任務遂行は難しいか。なんか急に、え、声変わった。めちゃめちゃ声が可愛くなってるやん。トキちゃん、トキちゃん株急上昇です。ここは一度退くしかないな。おい、お前。お前呼ばわりされてたんだ俺。トキが失礼向き直り眉毛を寄せる。どうすんだ。これはお前のせいだ。ツケはそのうち払ってもらうからな。俺のせいで。でも俺がいなかったらここまで来れてねえだろ、そもそも。トキは失礼を一別すると落ちていた仮面を拾い視線を戻す。また仮面つけちゃうのか。私はこの場から撤退する。そのために一瞬だが奴らの目をくらます。お、トキちゃん、なんかやってくれるんだ。お前らも逃げたければその隙に逃げるんだな。でもフリンは救出しないと厳しいか。そうね、君、
お言葉に甘えて一旦ここは引くわよ。引かざるを得んか。フリン救出できねえのかよ。フリンを目の前にして引かなければならないなんて。なあイザボー。時はどこからか黒い筒を取り出し、クリシナたちの前に放り投げた。ミロク、フリン、次の機会に必ず借りを返す。せめてミロクぐらい打ち取りたかったね、トキちゃんね。スパン、おお、フラッシュバン。ドキの投げ込んだ黒い筒が破裂し、その場が閃光に包まれた。視覚と聴覚が麻痺していたが、構わず地面を蹴り、手探りで部屋を抜ける。これ逆にさ、不利なんじゃね。いや、クリシナとかオーディンとかこんなんされても普通に見えるんじゃねえか。アシュリーたちはその場から逃げ出した。こんな小手先の技術で逃げ出せるもんなのかな。あ、逃げてきた。みんな、ちゃんと来てる？うん。ああ、よかった、アサちゃん。なんとか。あと、イザボーだけいれば。あれれや。危なかったな。あれれや、まあ無事だったか。あのトキとかいう娘は、私たちとは別のルートで逃げたようだな。そうか、ナバーラも関係ないだろ、あんな視覚聴覚やられるとかな。俺についてくればいいだけだもんね。いや、トキとはこれで別れちゃうのか。確かに周囲を見渡しても時の姿は見当たらない。あれ、ガストンは？イザボー。あなたも、ちゃんと無事だったみたいね。ありがとう、イザボー。やっぱこうやって気遣いができるっていうのはな、さすがお姉さんですよね。ガストンは？みんなの視線が足つりに集まる。なんとも言い難い微妙な空気が流れている。あ、出た。君は、私たちを騙していたのか？騙すって言うと言い方悪いけどな。ガストン！おいおいおい。君は黙っていろ。私はこいつに聞いているのだ。別にガストンは勝手についてきただけだろう。騙すも何もないからな。騙していたのかという問いに何と答えますか。騙される方が悪い。騙してなんかない、信じてくれ。悪魔の言うことを真に受けるな。どれもあり得る選択肢だな。騙される方が悪いって別に騙すつもりはないもんね。ガストンに関してはな、ちょっとハレルヤには申し訳ないかなって気はしなくもないけど、でもハレルヤだってさ、アシュラ会の安倍の命令で俺たちを監視してる役だし、全部笑いざらい話す必要ないわけじゃん。そもそも仲間じゃないわけよ、ガストンとハレルヤに関してはな。そういう意味でいくとな、騙してなんてない、信じてくれになっちゃうのか。悪魔の言うことを真に受けるな。でも言ってることは別にな、クリシナが言ってることは事実ではあるわけだし、まあ普通にこれにしますか。ちょっと面白くない答えかもしんないけど。よくも抜け抜けと、そんな嘘をつけたものだ。いや、信じられないんだったらこのパーティー抜けてもらっていいか、ガストン。貴様は奴らの手先なのだろう。貴様が敵と内通していたのだ。そこまで言う？そこまで言われちゃこっちも黙ってらんないよ。そうでなければ私が負けるはずが。あ、そうだ、全て貴様のせいだ。なるほど、自分が負けたのが認められねえから責任転嫁してるだけかよ。やめろガストン、言い過ぎだ。そうだそうだ。うるさい！貴様だ！私が負けたのは貴様のせいだ！めちゃめちゃあれじゃん、オーディンに負けたの気にしてんじゃん。ダメだ、何を言ってもガストンは聞く身を持っていない。やめなさい。あ、そういうところ、お兄さんにそっくりね。やっぱ知ってるんだ、イザボー。言ってやってよ。まさかの流れ玉、ナバールに。どういう意味だ、それは。私があのろくでなしとそっくりだと。残念ながら超そっくりだよ、ガストン。思わぬ流れ玉2発目。私たちがオーディンに勝てなかったのは、私たちが未熟だったからよ。イザボー、さすが一番冷静ですね。それよりも大切なのは、これからどうするかではなくて。まさしくその通り。いや、フリン助けに行っても、あんな強いオーディンとクリシナ、あとミロクもいるわけだしな。そもそも勝てないと助けらんないよな。そうね。とりあえず錦糸町に戻りましょう。うん。今日はもう自室に戻って休んだ方がいいわ。これどうなるんだろう。また月齢一個進むわけだ、これで。私はあなたたちが休んでいる間にこのことを紹介へ報告しておく。さすがのぞみ姉さん、ありがとう。のぞみさん、どうして。いや、でも報告はしないとな。詰める朝日にのぞみが首を横に振って答える。あなたたちと最初に妖精の森で会った時は、ここまで大ごとになると思ってなかった。そうだね。クリシュナの封印が解かれたことで、今
東京は大変なことになっている。まあ事実を明らかにしておかないと、またクリシナの口先にね、いいようにさ、また仲間割れとかされる可能性あるからな。その原因が彼にある。うん。黙って見過ごすには大きすぎるわ。それは報告すべきだろうけどね。だからそれは私たちは騙されて。そう、でもそれは本当にそうなのよ。たとえ騙されたのだとしても、彼がやったことは事実よ。そんな、私たちはどうなっちゃうんだろう。監禁されるのかな俺たちな。君と朝日ちゃんには少し酷かもしれないけど、うん、自分でやったことは自分で責任を負う。それが一人前ってことなのよ。のぞみちゃん、でも俺が監禁とかされたらダグザが黙ってないだろうしね。のぞみはうつむく朝日の肩を叩き元気づける。何より隠して抱え込む方がきついわよ。事実を受け止め、みんなで悩みましょう。そうそう、そういうことよ。まあ大人の知恵を借りましょうよ。大丈夫、私がついてるんだから。悪いようにはしないって。のぞみちゃん。のぞみさん、やっぱのぞみちゃんとイザボしか頼れねえな。あ、ハレルヤどうすんだ。ハレルヤとナバールがやってきて、アシツリに声をかける。ああ、ガストンの言ってたことだけど、もし気にしてんならそんな気にすんなよ。まあ気にはしてないっすけど、ハレルヤはどうすんだよその事実を知って。まあでもまだ阿部から連絡とか来ないのかな。リーダーも辛いよな、自分が人間じゃなくなっちまうなんてさ。それハレルヤの謎もまだ分かってないんだよね。こいつもなんか謎抱えてそうなんだよな。良いではないか。何も悪いことばかりではない。ナバールは幽霊になって生き生きし始めたからね。まあ確かに悪いことばかりじゃないのかもな。そういう意味じゃ俺ナバールと同等、同類なのか。死んだ身としてはな、お互いな。君が私を見ることができたのも悪魔に生かされているからかもしれないぞ。じゃあなんでハレルヤ見れるんだよ。やっぱハレルヤも死んでんのか。でチロンヌフが生かしてるってこと。おかげで私は誰にも認識されない孤独から脱することができたのだ。ちょっといい声で言うな。別にあんたが見えることはいいことじゃねえだろ。そう、でもハレルヤにも絶対謎があるよね。なんだと。あとそうだ、トキもそうだよな。トキもナバール見えてたんだよ。二人の言い合いを一歩下がってみる。どうやら気を使わせてしまったようだ。なんか気を使って漫才してもらってごめんな二人とも。さて、それじゃ錦糸町へ帰りますか。よし。築地懇願寺に乗り込み、クリシナたちと対峙したけど、オーディンとの戦闘で敗北、撤退を余儀なくされた。諸々の状況を鑑みて、現状でのクエスト履行は不可能よ。アシツリ君には悪いけど、このクエストは一時中断とするわ。そっか。では私もこの辺りでおいとまするわ。やめてイザボー、抜けないで。アサヒちゃんも頑張りなさい。イザボー姉さん。イザボー姉さん、はい。抜けちゃうのか。ああ、イザボー、イザボーと別行動、嫌だー。イザボー、ああ。そう、なんでガストンついてくるんだ。イザボーは抜けるのになんでガストンはついてくるんだ。じゃあ久々に朝日ちゃんにしとくか。結局やっぱ俺に寄り添ってくれるのは朝日ちゃんだけだもんな。朝日、行こう二人で。いやー、築地懇願寺編か。なかなか大変だったな。錦糸町に帰りましょう。お、ハンターメモが追加されてますね。あー、シェーシャか。復活するというね。人外ハンターであれは失礼により渋谷にて討伐された。だがどうやらそれは一時的なものであり、今後近いうちに復活する可能性があるらしいと。そういうことですね。トピック、あ、ハレルヤ気使ってくれてる、いいやつだな。やっぱハレルヤ、やっぱね、そういうとこも陽介に似てんだよね。ガストンの言ってたことさっきも言ったけど、あんま気にすんなよ。あいつはああいうやつだから、あんな風に言ったけど、俺はリーダーのことを、俺たちを騙してたとか、悪魔の手先だとか、そんな風には思ってねえからさ。いいやつ。クリシナの話を聞いた時はまあ驚いたけど、でもリーダーはリーダーだろ。なんかうまく言えねえけど、俺はアシツリの仲間だ。お前が何者だったとしてもそんなの関係ねえ。リーダーがリーダーだから仲間でいるんだ。ハレルヤと絆芽生えてんじゃん。なんか取り留めなくて悪いな。だけど伝えとくべきだと思ったんだ。だからまあそのなんだ、あんま気にすんなよな。ハレルヤ、まさかお前がそんなに俺のことを思ってくれてると思わなかったわ。ハレルヤ、親友だ。いつの間にか友ができてた。じゃあ、私も自分の部屋に戻るね。しかし、イザボーがな。おやすみ、アサヒちゃん。
イザボを抜けたのがショックすぎるわ。見守ってくれ、アサヒ。まあ、またあれじゃない？夢見るんじゃない？ああ、今、半分前か、3ぐらいか。結構あるな。あと5日ですね。まあ、5日経っちゃうと、もう、宇宙の卵が孵化しちゃうってことかな。あ、のぞみちゃん。あ！ほら、早く起きなさいよ。のぞみさんに起こされるとは、ちょっともうちょっと寝かしてくれ。もうちょっと起こされていたい。ああ、起きるな、ななし。もうちょい寝てろ。あ、二人して起こしに来てくれたの？天国かよ、ここ。よかった、生きてて。いや、死んでるけど。やっと起きたわね。いつもこうなの？ああ、ちょっと恥ずかしい。でも嬉しい。嬉しい恥ずかしだな。のぞみちゃんに起こされるってのは。君と朝日ちゃんに出頭命令が出ているわ。あ、ちょ、マジで捕まっちゃうんじゃない俺。うん。純喫茶フロリダってとこまで来るようにって。裏の本部ですよね、フロリダは。藤原たちがいるところ。もちろん私たちも一緒に行くわ。よかった。マスターからも頼まれちゃったしね。あ、マスターも知り合いか、のぞみちゃんとは。出頭命令、まあそりゃそうなるよね。あなたには東京の民に対する謀反およびその幇助の嫌疑がかかっています。正当な理由なく出頭要求に応じない場合は東京の民を守るため強硬手段を取ります。至急新宿の純喫茶フロリダへ出頭してください。ちょっと怖いわ、謀反って言い過ぎじゃない。朝日が複雑な表情で足取りを見ている。まあでも逆に保護してほしいぐらいの感じですけどね、我々はね。親父はいつも通りだったよ。うん。なってねえな。だってさ。そっか。まさか親父にも心配かけちゃうとはな。朝から空気が重い。のぞみが手を叩いて場の雰囲気を変える。さあ、朝から沈んでないで。早く出発する準備を整えちゃいましょう。まああくまでこの状況を伝えればね、藤原とか継ぎはぎは分かってくれそうではあるけどな。純喫茶フロリダは新宿ね。うん。気が重いだろうけど頑張りましょう。行きましょうか。まあなんか無理やり捕まえに来るみたいな感じでもないしな。出頭しなさいだから、まあまだそんなね緊急な感じではなさそうだし。あ、チャレンジクエスト、チャレンジクエストやる余裕はあんのかな。チャレンジクエストやってから新宿行ってもいいかい。西口公園の警備。おお、真っ赤がだいぶ跳ね上がってきたな。妙な集団が新宿西口公園を占拠した。魔物の肉が安定して取れる狩り場なだけに、食料調達に対する不安の声が出始めている。迅速に西口公園の治安を回復してくれ。しかし妙な集団ってのは何なのかね。ボートを追い払うだもんな。フーリガンとかかな。こいつはハンター狩りを終え。ハンター狩り。新宿でハンターが襲われる事件が多発している。新宿2丁目に跋扈するドアマースを駆逐してくれ。生存者によると随分と美しい悪魔らしいから、惑わされぬよう気を引き締めるように。ドアマース、まあ、獣にはね大人気でしょうからね。ドアマース15体枯れってことか。まあ、どっちにしろ新宿に行けってことだよね。まあまあまあ、とりあえず新宿目指しますか。あ、トピック、あ、のぞみさん紹介に報告してきたわ。築地懇願寺で見聞きしたことを人外ハンター紹介に報告してきたわ。おそらく明日純喫茶フロリダへ出頭するよう要請が届くでしょう。あなたには本当に申し訳なく思っているわ。でもごめんなさい。こうするのが私たちにとって、東京の民にとって最良だと判断したの。まあそれはそうだと思うわ。今東京の民は一致団結しなくちゃならない。でもいざって時になって自分たちの中に裏切り者がいるなんて言われたら、せっかく揃えた足並みが簡単に崩れてしまいかねないわ。そうならないためにもやれることはやっておく。なるべく悪いようにはならないよう私の方から掛け合ってみるから。だから足立君も頑張ってね。でもさ、支援者を討伐した張本人ですからね。謀反の嫌疑ってのはちょっとな、どうなのって気はしますけど、まあ言わんとしてることも納得ですからね。とりあえず新宿に行きましょうか。